本当？嘘？バイオマス発電はカーボンニュートラル？よくバイオマス発電はカーボンニュートラルと言われますが、本当なんでしょうか？燃料となる植物の成長過程での光合成による二酸化炭素の吸収量と、燃焼の段階での二酸化炭素の排出が差し引きゼロになるため、カーボンニュートラルとされるのです。でも、実際はどうなんでしょう？海外の森林を伐採して生産した木質ペレットを例に見てみましょう。森林は樹木、地上に落ちた枝や葉、土の中にたくさんの炭素を蓄えています。特に長い年月をかけて形成された天然林や湿地や泥炭地にある森林は、地上部だけではなく地下にも大量の炭素を蓄えているのです。伐採して森林がなくなってしまうと、蓄えられていた炭素はやがて二酸化炭素の形で空気中に排出されます。伐採された木材は木質ペレットに加工され、輸送され、発電所で燃やされます。樹木に蓄えられていた炭素も、燃焼の段階で空気中に二酸化炭素の形で排出されます。森林が元通りになれば、伐採の後放出された二酸化炭素は、森林が回復する過程で吸収され、再び固定されます。しかし、それまでの間、大気中の二酸化炭素は、伐採された森林の分だけ増えている状態が続いています。森林を伐採した後、農地や牧場、宅地など、他の土地利用に転換してしまうこともあります。この場合、森林に蓄えられた炭素は二酸化炭素として大気中に放出されてしまいます。天然林や自然の森林を伐採し、より経済効率の良い人工林にしてしまうこともあります。この場合、生物多様性が破壊されるという意味でも問題ですが、もともとの天然林が持っていた炭素の蓄積が減るという意味でも問題です。通常、天然林の方が人工林よりも炭素の蓄積量が大きいため、その差分は大気中に放出されたままということになるからです。現在、日本は海外から大量の木質ペレットを輸入しています。2012年に7000トンだった輸入量は、2019年に161万トンと22倍にも急増しました。主にカナダ、ベトナムなどから輸入しています。今後、アメリカからの輸入が増え、数百万トンにもなると予測されています。加工の段階でも、輸送の段階でも、化石燃料が使用され、二酸化炭素が発生します。例えば、カナダで生産した木質ペレットと、日本で生産された木質チップの二酸化炭素の排出量を比べてみましょう。カナダで生産した木質ペレットからの二酸化炭素発生量は、日本で生産された木質チップの7倍にもなります。企業は製材で出た端材を使っているとしていますが、実際には急増するバイオマス燃料の需要に応えるためには端材では足りず、木材を丸ごと使っている状況も報告されています。木質ペレットの生産のためには、森林を伐採し、丸太をペレット工場に運び加工します。生産されたペレットは船で日本まで運ばれます。アメリカ東南部でもペレットの生産のために広い範囲で湿地の広葉樹林が伐採されています。日本にはパーム油を燃料にしたバイオマス発電所もあります。パーム油の原料は油ヤシで、主に東南アジアで生産されています。パーム油は加工食品に多く使われている油で、熱帯林の減少の主な要因がパーム油生産のための油ヤシ農への造成と指摘されています。油ヤシ農への造成によって、熱帯林が蓄えていた膨大な炭素は大幅に減ってしまいます。もちろん、生息していた野生動物もいなくなります。泥炭地と呼ばれる植物体が水に浸かった状態で堆積して形成された層は、大量の炭素を蓄えていることが知られています。
土壌の炭素の 30% も蓄えているという研究もあります。この上に形成されているのが泥炭林です。油ヤシプランテーションの造成のために泥炭林を伐採し、泥炭地の水を抜いてしまうと、泥炭が乾燥してしまい、蓄えられていた大量の炭素が二酸化炭素となって放出します。このように、バイオマス発電はカーボンニュートラルではありません。国内の製材所の端材や未利用材、間伐材を使い、熱供給も併用すれば、地域の林業を活性化させ、環境に優しい発電となるかもしれません。しかし、海外から木質ペレットやパーム油などを輸入する場合、二酸化炭素の排出や森林や生物多様性の破壊にもつながることがあります。こうしたバイオマス発電を環境に優しいとして推進することは間違っているのではないでしょうか。